その種が芽を出した後、何になるんだ？わからない。でも大事なのは結果ではなく、過程だと思う。錬金術を使って、テイワットにこの世のものではない命を目覚めさせることができれば、命の本質に対する僕の理解もより深まるはずだ。目覚めさせることができたなら、想像することも不可能ではなくなる。少し難しすぎたかな。いやいや、わかるぞ。ただ、オイラは芽が出た後、何が出てくるのか気になるだけだ。美味しい果実が実ったら、一緒に食べようか。僕も子供の相手をしないといけない時があるからね。説明すると長くなるから、錬金術以外のスキルだと思っておいて。話を戻すけど、一つ目の研究は元素力に関するものなんだ。この世界のものは神の目がないと元素力は使えない。でも君は神の目を持っていない。なぜ君は自由に元素力を使えるか確認したい。いくつか質問をするよ。君は他の人にない器官を持っているかい？例えば、二つ目の心臓や四つ目の胃とか。なるほど。では、君の周りにいるちびっこは君の体とつながってるかい？その質問、おかしいぞ！見ればわかるじゃないか！それと、ちびっこじゃない！パイモンだ！外付け機関としての可能性を考えたまでだよ。君たちは見えない形でつながってるのかもしれない。ふん。可能性はなしということだね。では、パイモンが元素力を君に授けた可能性は？10メートルの岩を貫通する。もしくは、清泉町の滝を逆流させるほどの元素力をパイモンが持っているという前提になるけど。ありえないか。まだ何も言ってないぞ！となると、君の身体構造は、この世界のものとはあまり違いがないようだね。それなら実験で、あらゆる差異を研究するしかない。まず、その正体不明の元素力がどうやって流れてるか見てみよう。スライムを集めてくるから、慣れた方法でそれらを倒してみてくれ。そんな単純な方法で観察するのか？良い実験とは、直感的で明瞭であるべきだよ。それにこれは簡単な研究に過ぎないから。もちろん、簡単すぎると思うなら、同時に6体の純粋精霊との戦闘に変えようか。スライム！スライムでいいぞ！さあ、準備をして。スライムが来るよ。ソーランド行こい！あれ狂いなさい！よっ！せい！はっ！行きましょう！せい！はっ！ふっ！ご助力を！よっ！はっ！ふっ！は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 っ！よっ！はっ！ふっ！はっ！せい！深海のカゴ！行きました。やっ、そう、何の一失策です。やっ、ふっ、やっ、ふっ、はっ、はっ、はっ、行きましょう。やっ、はっ、はっ、やっ、はっ、やっ、は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 
お疲れ様。異常とかはないよね。怪我をしてたら応急用の薬剤を持ってる。ならいい。僕の観察だと君の元素力の流れは順調、元素反応も正常、特別な状態は見られないよ。外への流れに問題はない。次は内部の流れを試してみよう。内部の流れ、どうやってやるんだ？簡単だよ。錬金術で元素力を抽出した薬剤を作った。もし元素力を生理的な形で君の体内に保存、蓄積できるなら元素反応が起こるはずだ。大丈夫。すべて正常なら一時的に調子が悪くなるだけで、体に害はないよ。正常じゃなかったら？万が一のためにちゃんと準備はしておいたから心配ない。うん、リスクがないわけじゃないけど、君の中の元素の流れに障害があるならついでに調べられると思うんだ。異常の早期発見にもなるんだよ。もし内部の元素反応が他のトラブルによって発生したら、それこそ厄介なことになる。うん、そう理解していいと思う。でもその前に検査用の薬剤にあと一つ触媒が足りないんだ。正銀鉱という鉱石でね。触媒にふさわしい鉱石だ。僕の拠点に案内するよ。途中で正銀鉱も探そう。触媒に使えるものがあったら教えてくれさ。順調に行けば拠点に着いたらすぐに薬剤の調合を始められるよ。あまり安全には思えないけど、一応メリットはあるみたいだな。道中探してみようよね。ここが僕の拠点だよ。さっき集めた材料はすでに薬剤の調合に使わせてもらった。調合が完了するのを待とう。ちょっとこっちに来てくれるかい？
こちらは助手のティマイオス。モンドで会ったことがあると思うけど。こんにちは。実験データをもらってすぐそれをボードにまとめて貼っておいたよ。こんなに。スライムと戦っただけでこんなわかるのか。わかったというか、ほとんどが推論と僕の推測だよ。最も合理的な方法は旅人とスライムの系統学的関係、つまり類似性を調べることだと思う。ほら、君は神の目を持っていないのに元素力を使えるだろ。スライムも同じだからさ。この方向性から手がかりを探せばきっといろいろと収穫があると思うんだ。その切り口に問題はないけど、厳密に言えばスライムは元素生物、すなわち元素そのものだよ。どちらかというと給湯樹やトリックフラワーの方が近いと思う。しかし動植物の関係となると世界の原初まで遡ることになる。その角度から見ると少し難しすぎると思わないかい？確かに先生の言う通りだ。それにデータの一番上に書いてあるけど、この旅人は異世界の客人だ。もしこの世界と系統学的関係があるなら、かえって研究価値のある課題になるよ。ああ、確かに。データをもらってつい興奮してしまっていた。今度は気をつけます。そうだ、僕はしばらくここでデータを分析することになる。実験結果を知りたいなら僕のところに来るといいよ。あ、ここは君に任せたよ。薬剤はもう完成したようだ。試してくるから、問題がなければ君にも飲んでもらうよ。予想通り飲めるよ。飲むときは焦らないように。気分が悪くなったら深呼吸して。これはあらゆる可能性の中で最も正常な反応で喜ばしい結果だよ。この薬剤は元素力を体内に流し込むから、通常なら拒絶反応を引き起こすんだ。内部の流れが順調なら一時的な不快感に耐えればいい。他の影響はないよ。つまりお前は気分が悪くなるのを知った上でそれを飲んだのか？僕が作った薬剤だから、僕から試すのが筋だろ。もちろんさ、君は僕の協力者。君にリスクを背負わせるわけにはいかない。とにかく、結論から言うよ。元素力テストにおいては、君はこの世界のものと同じ。特別なところはないよ。もっと特別かと思ってたのに。特別よりも普通の方がいいと思うけどね。特別は全て望み通りというわけじゃないよ。普通のメリットは周りは君と同じ、君を理解できる人が多くいること。同じだから互いを理解し、思いやりや励まし、支え合うことができる。病気になった時も他人と同じだから診断しやすい。何かあっても他人と同じだから経験談を聞くことができる。でも特別な人はそういう当たり前を体験できない。命の本質から違いがあるからね。例えば人類は爆炎樹や強風のコアの生活を理解できないだろう。
この説明で理解できるかな。とにかく実験の結果はいいものだった。少なくとも君は安心してその元素力を使うことができる。ティマイオス、新たな実験結果が出たよ。まとめてくれるかい？はい、任せてください先生。さっき先生からヒントをもらって、僕の考えの狭さを改めて思い知りました。君を動物だと決めつけるのは慎重な判断ではなかった。でも君を元素生物だと検証することから始めれば。ふん、面白い考えだ。細かなところは僕が判断するより君自身で研究した方が良さそうだね。はい、必ずみんなを満足させる結果を出してみせます。落ち込むどころかやる気に満ち溢れてるな。真面目だと言うべきか、それともアルベドの口がうまいと言うべきか。では次の研究に入る前に準備があるから少し待っててほしい。興味があるならここを見学してみるといい。時間を潰せるだろう。